きている人口減少問題ということについて、まあ、考えていただきたいなと思います。だいたい、3キロこの南北で3キロ以上のところにですね、まあ、一番遠い方は住んでるんですけど、まあ、札幌でいうとこの天使病院から北海学園大ぐらいまでのこの距離にですね、だいたい今40人ぐらいの方が住んでると。今ざっとこの会場を数えたら約30人なんですけど、まあ、皆さんがだいたいこの北海学園とか、植物園とか天使病院とかこのエリアにですねポツポツと住んでるというのがこのモシリという集落なんですけど、これだけの広大な土地にですねふさわしい人口がどれぐらいかっていうのも誰にもわからないことですから、まあ、それを決めるのは本当に住んでる人自身が決めていくのしかないのかなと。つまり豊かさということをもうちょっと具体的にどう捉えていらっしゃるか、取材する方がそれをちょっと伺いたいです。豊かさはまあ当然その精神的な豊かさと物理的な豊かさとあると思うんですけれども、精神的な豊かさはまた人口とは本当に全く関係ないことなのかなと私は感じています。まあ、ただその物理的な豊かさとなるとですね、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけど、お金もまあ、お金が全てじゃないけどお金もな全くなくちゃ生きていけない。人もやっぱりその誰もいないところで一人で住んでいけるかとなったらなかなか難しいのはとは思いますし。山崎さん、本日はどうもありがとうございました。